昨日は菊花賞の馬券が当たったのは先生のところに競馬カウンセリングに行ったからだという話までしましたね。 YouTube を聞いてくれているあなたに誤解しないでもらいたいのは、カウンセリングを受けたら必ず馬券が当たるという話ではないということです。先生は予知能力者じゃないし、プロの競馬の予想屋さんでもありません。毎回毎回当たってたら、私と先生の競馬番組は今頃ものすごく話題になってると思いますが、話題にもなってません。私は過去に詐欺師のおばさんにカルトで騙されて、心の中で願えば叶うという洗脳プログラムが作動してしまいます。だからこそ YouTube を聞いてくれているあなたに、私と同じように何でも鵜呑みにして騙されてほしくないので、間違わないように聞いてくださいね。もう一番大きいのが、カウンセリングで先生と菊花賞の大好きな競馬の話をして、私が楽しい気分になって波動が上がったからです。これすっごく大きな理由だと思います。先生はいいことを引き寄せるためには波動が高くないといけない。逆に波動が低いと負の引き寄せが起こるということを教えてくれています。 YouTube を聞いてくれているあなたは、波動という言葉や引き寄せの法則っていう言葉も初めて聞くかもしれないんですけど、もう考えすぎて苦しくなっちゃったり、しんどくなると波動が下がっちゃいます。そして、心に余裕がないと開き抜きもなんとなく起きそうにないなって思いますよね。今日はこれで終わりますね。また来ますね。